Hello guys, and welcome back where we left off. We have now befriended Bazal Joe. And now, let's quickly go to Kuraha. Status. Damn it. I wonder, can I swap her outfit? I don't think I can. Never mind. It might be a way, but I don't know how. Anyway, let's never mind about any of that. Let's, in fact, go to Kirito's room. He has to speak to me for some reason. So, let's see what he wants. Kirito, what happened? Suddenly, everyone is gathered. That's strange. Is this a field boss quest? Or a large quest? Ah, actually, it's bad suddenly, but everyone should wait for a GGO にログインしないでほしい。What? そんな SBC フリューゲルの攻略はどうするの？どういうことかしら？もちろん相応の理由はあるわよね。ぜひ聞きたいな。納得がいく事情があれば考えるけど。キリト君、また何か大変なことに巻き込まれたの？ Oh, it's his gambling problem.違うよ、アスナさん。キリト君は自分から首を突っ込むんだよ。そうね。シャキシャキ吐きなさい、キリト。洗いざらい全部、いつものように。俺ってそう見られているのか。パパの今までの行動を統計すると、ママやリーファさんたちが言っていることは正しいです。なるほど。参考になります。私もそのデータが欲しいです。ユイやプレミアまで。まあ、アスナたちが正解なんだけどさ。だけど、今回は俺から首を突っ込んだわけじゃないぞ。ある人物から連絡があったんだ。GGO で不穏な事件が起きているってさ。ある人物？訳あって誰かは言えないんだけど。昔、ある事件をきっかけに知り合ったお役人でさ。VR ゲームには詳しくないからって、たまに調査を頼まれたりしているんだ。役人？それって警察とか？まさかキリトさんって、リアルでは偉い人なの？そんなことないよ。俺はあくまでも善意で協力している一般市民さ。これから話すことは機密情報なんだ。本当はみんなが GGO を離れていてくれればいいんだけど、それだけじゃ納得できないよな。だから依頼を引き受ける条件として君たちに情報の一部を話す許可を得ている。家族や仲間にも言わないでほしい。約束してくれるか？分かったわ。約束する。先日死亡事故が2件起きた。どちらも一人暮らしで、発見が遅れたせいで死体はだいぶ傷んでいたけど、司法解剖の結果死因は急性心不全と判断された。二人とも VR ゲームをプレイ中に死んだそうだ。ゲーム中の不幸な死というわけね。ああ、不幸な事故と言えるだろう。だけど彼らはあるゲームのトッププレイヤーだった。つまりあるゲームって GGO なのね。正解。ランキングに入っているプレイヤーだから知っているかな。ゼクシード、それにウスシオタラコという名のプレイヤーだ。 Those sound vaguely familiar. ゼクシードってこの前 MMO ストリームに出ていた人でしょ。ほら、変な人に銃で撃たれた。銃で撃たれた？そいつはデスガンと名乗らなかったか？ええ、デスガンと名乗ったわ。確か拳銃を持っていたはず。ウスシオタラコもそのデスガンに撃たれた直後、急にログアウトして音信不通になったらしい。そうか、君たちも目撃していたのか。何か他に覚えていることは？ヤツのアバター名は？アバター名はプライバシー機能で隠されていたよ。顔はマスクで全体を覆っていたのでわからない。
身長はクライン君と同じくらい、細身のよく鍛えられた体をしていた。それとあいつが使っていた拳銃はこれかな。これがデスガンの銃。この銃はなんで。シノン、シノンさん、どうしたの。シノン、大丈夫よ、私たちはここにいるわね。ごめん、少し気分が悪くなって。うん、そうだね、疲れているんじゃないかな。あっちの部屋で休みましょう。ほら、行こう、横になった方がいいから。アスナはキリトの話を聞かないと、あとは僕に任せて。分かった、お願い。話が終わったら私もすぐに行くから。ユキさん、私も手伝います。私も付き添うわ。さ、こっちに。仲間なら心配すべきだろうけど、事情は聞かないでおくよ。シノンちゃんは急に具合が悪くなった。みんなありがとう。悪いけどシノンにもそう言っておくね。気にするだろうから。キリト君、さっきの話だけど、まさか GGO で殺人が起きたとでも言うの。 GGO の使用、そしてアミスフィアの性能から言っても、人を殺すことは不可能だ。そうよ、GGO はソードアートオンラインじゃない。だけど二人死んでいるんだよね。それもデスガンに撃たれた直後に強制ログアウトして音信不通だ。え、じゃあ何、 GGO で殺されちゃう可能性があるってこと。でもどうやって、アミスフィアは安全なんでしょ。だけどキリト君は可能性があると思っているんだよね。だから私たちに当分ログインするなって言ったんでしょ。あくまでも万が一の可能性を考えてだ。俺たちの知らない抜け道があるのかもしれない。私はしばらく GGO を離れてもいいよ。ただしキリト君も一緒ならね。俺は調査があるから残るよ。デスガンが何者か、その目的を突き止めないと。でしょ？だから私も残ります。キリト君一人じゃ心配だもの。うん。キリト君一人残すわけないじゃない。クレハさんたちは念のためしばらく来ない方がいいと思うけど。その結論を出す前に、デスガンの目的は何なのかが気になるな。今のところ有名プレイヤーを狙っているようだ。デスガンが大勢のプレイヤーの前で裁きとか力といった発言とともに銃撃したことから考えると、特定の個人への恨みではないのかな。そうだね、僕が見た時もゼクシード個人というよりはもっと大きなものへの強い感情を感じたよ。証拠はないけれど、トッププレイヤー狙いの可能性が高いか。そうするとこの中では、キリト君、アスナ君、シノン君、ゼリスカ君に、ついでに僕もかな。そして He's after my life? Can we really get murdered in a game? 驚くのも信じられないのも当たり前だよな。俺だって GGO で殺人が起こせるわけがないと思っている。ゲーム内からの干渉で現実世界の人間の心臓を止めることはできない。あくまで偶然の一致、それが俺の結論だ。でもデスガンの存在が気になる。音声の録音データだけ聞くことができたんだけど、デスガンからは本物の殺意を感じた。本物のねえ、
今後のことはよく考えてほしい。俺はここで待っているから、結論が出たら教えてくれ。みんなも迷っているみたいだな。君が相談に乗ってあげてほしい。Okay, so I have to talk to people and see how they feel about fighting Devgun and what they feel about the entire situation. Fine. Can I talk to you? Are you fine now? What do you mean? You had a... Do you need something? Is something wrong? You tell me that! Fine. Isuki. 僕の考え？そうだな。少し、外に出て話さないか？ Okay. さすがにデスガンに今すぐ襲われるわけではないだろうし。総督府前の広場で待っているよ。Okay, good talk. I guess I'll talk to you later. Anime, you don't have an opinion on this? Fine, Kuroha. ねえ、ちょっとどういうことなの？なんでゲームで殺人が起きるのよ？それに、なんでキリトさんがそんな情報を知っているの？シノンも様子がおかしいし、なんか頭がごちゃごちゃよ。Calm down. You're safe here. I don't think Kirito and the others are lying. わかってるわよ。私もキリトさんを信じているわ。でも、ごめん。確かにパニックになってたかも。アスナたちは冷静だったのに。すごい人たちって、こういう時も違うのね。なんか、自分の凡人ぶりを思い知らされちゃうな。うん。独り言気にしないで。で、あんたはどうするの？私は GGO から離れたくない。 SBC フリューゲルを絶対に一番にクリアしたいから。デスガンが出てきたら返り討ちにしてやるわ。だけどあんたはアファシスの件もあって顔が売れちゃってるからね。無理に付き合えとは言わないわ。万が一あんたが狙われたらありえないはずだけど、そんなの考えたくもないもの。 I mean, I am the strongest minigunner in GGO. Like, I can take care of myself. Defgum comes this way, I'll burn him, shoot him down, as long as he isn't like that strong and super fast or anything like that. Right, Kirito. 答えは出たかい？みんなの話も聞いてみてくれ。Okay, I guess I have to talk to Zaleska! 私がどうするか？いつも通り GGO に来るわよ。だって GGO で人が死ぬわけないもの。絶対にありえないから。ソードアートオンライン事件の後、VR 関連の技術者は徹底的に検証を行ったわ。社会が VR を悪とみなし、否定する中で絶対の安全を謳って生まれたのがアミュスフィアなの。もう二度とソードアートオンラインのような悲劇を生まないため、 VR の発展を止めないために、もちろんソフトウェア面、ゲーム運営側も安全確認を徹底しているわ。GGO だって外部向けの連絡先は非公開だけど、ゲーム内でのユーザーサポートはしっかりやっているでしょ。だからキリト君の懸念は理解できるけど、私は GGO を離れないわ。 So you trust the system? You sure know a lot. そうね、仲がいい友人が関連の仕事をしているの。だからGGO が安全だと私は確信しているわ。That's not suspicious. Okay, what about Klein? What does Klein think? Hey, what's up? Well, you're just pointless, aren't you? 答えは出たかい？みんなの話も聞いてみてくれ。Wait, but do I seriously have to leave the room and talk to Itsuki first? Fine, where the hell did Itsuki go?
Itsuki, you're in the urban district. You're... like... you're there. Fine. I'll go. I'll leave. I'll go right there. Because why not? It's because Itsuki decided that it didn't want to speak indoors because something important's happening. So fine. I'll travel all this way out. I'll go out of my way. I'm making it seem like a really hard burden. I just fast-jailed here. Itsuki! My man, what do you need? キリト君という人物は何者なんだろうね。おそらく彼は殺人事件にデスガンが絡んでいると直感しているのだろう。つまり否定しながらも GGO で殺人が起こりうると思っているのさ。それでも冷静だし、自ら動いて事件を解明しようとしている。平和な日本で生きている人間とは思えないんだよ。You're pretty calm too, Itsuki. You're thinking just like Kirito. You're pretty calm. 僕は平和な日本で生きている人間ではないから。実はある裏組織の幹部なんだ。What? Wait, is this one of those lies that you tell me not to believe every time? なんてね。冗談だよ。まあ、修羅場慣れはしているかもしれない。これでも人に裏切られて死にかけたり、裏切って刺されたり、撃たれたりとか、毒盛られたりとか。だから冗談だって。But stop doing that! I trust you, Itsuki! I wanna believe in you as long as you don't shove me into a teleporter and leave me to die. 君は人の話を鵜呑みにしすぎる。もう少し疑った方がいいよ。僕が言うのもなんだけどさ。キリト君の話に戻そうか。僕はアスナ君たちの方に驚いたよ。死ぬ可能性を知っているようなのに、それでもキリト君と一緒にいることを選ぶなんて。ああ、キリト君のモテぶりを僻んでいるわけじゃないよ。アスナ君たちはね、死というものを認識していると思うんだ。彼女たちには信頼だけじゃない覚悟がある。その上で共にやろうとしているんだ。どうしたらそんな関係が作れるのだろう。 You're one of us too, Itsuki. Well, you're one of me, but I'm not one of them because I'm not even included in that group. We're like a little subgroup, and you're in that subgroup of me. And Anime and Kuraha and Zaleska, we're in our own group. Kirito said you're a close friend too. You're one of us, Itsuki. そんな優しい目で見ないでくれ。僕は別にそういう関係が欲しいとは思っているわけじゃない。そもそも信頼 100% の関係なんて GGO で殺人が起きるよりありえないよ。アスナ君たちはとても仲がいいけれど、絶対裏ではキリト君をめぐって苛烈な争いが起きているはずだ。でもしばらく一緒にいるけど、そんな気配が全く感じられないんだよな。それにしても優しいな君は。冗談 50% 嘘 50% の僕の言葉に共感してくれるなんて。君はきっと平和な国に生まれ、命の危険もない生活を送り、穏やかな日々を過ごしているのだろうね。What in the world are you talking about? Is this another lie? Well, I guess I can't deny that. But what are you talking about? 僕はね、そんな世界には退屈しかないと思っていたんだ。しかし、取れないブドウは酸っぱいだけかもしれないと思い始めている。ああ、ごめんごめん。何の話だっけ？GGO を続けるかどうかだよね。GGO Motors, yes. 僕はデスガンなんか何とも思わない。ああいう猛質にとらわれた輩はよくいるし、対処法はわかるから。ただね、今はキリト君や君たちを見ていたいな。だから話の結論までやたらかかったな。
長話は僕の悪い癖だ。君は周りがどんな意見だろうと自分で判断するだろう。だからこれでお別れにならないことを祈っているなんてね。たかがゲームさ、気楽に考えればいい。ただし僕はデスガンなんか何とも思わないとは言ったけど、 GGO で殺人は起こらないとは言わないよ。みんなの意見は聞いたかい？キリト君が君を待っていたよ。 OK, back home! Or back to Kirito's home! Now that I got everyone's opinion, I can talk to Kirito. I'm bursting in there, I'm talking to everybody, yep. And now I'm ready to talk to Kirito. Okay, Kirito. So, か。みんな GGO に残るのか。まあ、あくまでも万が一の可能性だからね。ただ、デスガンはなんとなく嫌な感じがするんだ。はっきりとした根拠はないんだけど。だからできるだけ外に出るときは誰かと一緒に行動してほしい。君もアスナやシノンたちを気にかけてくれると助かる。俺は当分地道にデスガンの情報を集めることにするよ。奴のアバター名が分かれば知り合いがザスカーに紹介してくれるんだけど、プライバシー機能で隠されているとな、うん、どうやって奴を見つけて近づくかだな。あ、もし君たちがデスガンを見かけてもむやみに近づくなよ。俺にメールをくれればすぐに行くから。I'm worried about you, Kirito. Be careful. ありがとう。俺も無理するつもりはないから心配しないでくれ。それに、SBC フリューゲルの攻略もあるしな。みんなのログイン時間は攻略に当てて、夜中は情報収集をして。となると、うん。平日の昼間に睡眠時間を確保できるから問題ない。I'm worried about you in a different way. Take care of yourself in the real world, too. その辺はぼちぼちやるよ。うちには食事をちゃんと取らないとうるさい妹もいるし。あ、そうそう。アスナたちも全員変わらずログインするって言ってたよ。俺のお目付けもあるだろうけど、やっぱり攻略に参加したいみたいだ。デスガンへの警戒は必要だけど、みんなで SBC フリューゲル最速攻略を目指そうぜ。Okay, and now he kicks us outside. Why did you kick me outside, Kirito? I don't want to be outside. Anyway, that is the end of this part, folks. So, thanks for watching. Hope you enjoyed. And next time... where's the next... Ah, we have to go to that little box over there. Next time, we find out about Devgun. I know all about him personally, but Cyrus Blacksword doesn't know squat about him. So, that's all for next time, folks. Thanks for watching, and I will see you then. Later.